ダイソーから発売されている500円のモバイルバッテリー、まあ、実際どうなのっていうことで分解レビューしていきます。まず本体はこんな感じです。結構薄いですね。重さもかなり軽いです。この部分に謎のシールが貼ってあります。本体には USB ポートが2つあります。マイクロ USB はこのモバイルバッテリーを充電するときの充電ポートです。その隣にある USB Type-A は出力です。一応本体にはインアウトと印字されていますが、かなり見にくいです。ただ500円なので気にしません。ちなみに入力出力ともに 5V 1A です。なので 5W で充電することになります。 USB からマイクロ USB に変換するケーブルもついていました。早速分解します。モバイルバッテリーの分解は危ないので基本的には真似しないようにお願いします。こちらのカバーは取れました。バッテリー自体は粘着テープのようなもので固定されているので、これをさらに剥がしていきます。こんな感じで分解できましたので、もう少し詳しく見ていきます。中身はこんな感じです。この銀色の部分がバッテリーパック。裏面を見てみるとこんな感じで 3.7V、11.1Wh と書いてあります。容量は 3000mAh です。調べてみたところ、リチウムポリマーバッテリーが使われていました。製造年月日は2019年の12月になっています。少し製造年月日古いんですけど、まあこれにはちょっと理由があって、実は買ってから半年ぐらい放置していたんですね。それが原因で製造年月日が少し古くなっています。ただバッテリー自体は問題なく使えています。半年近く放置していましたが、自己放電とかは特にすることなくそのまま使えています。初期状態で 75% まで充電されていて、でその状態を放置した後もずっと保っていたようです。ちなみに 75% 充電時のセル電圧は 3.8V でした。回路基板はこのようになっています。これはモバイルバッテリーを充電するときの USB 入力です。これは 5V の出力です。 1A まで出力します。これは充電 IC です。充電 IC は USB 5V の入力をバッテリーを充電する、まあ、4.2V くらいの電圧に変換したり、あとはバッテリーの電圧を USB 5V の出力ですね、充電するときの電圧に変換します。そのために使われている IC です。こちらにも IC が2つあります。これはバッテリーを保護するために使われている IC です。この部品はインダクターです。 2R2 と書いてあります。 2.2 マイクロファラドのインダクターです。電流値は多分 2A くらいまで流せるやつだと思います。このインダクターは充電回路を構成する一つの部品として使われています。こちらにプッシュスイッチがついています。これを押してみると、今現在どのくらいまでバッテリーが充電されているかの表示 LED が光ります。この場合だと今 75% まで充電されています。で、表面はこんな感じですが、裏面はこんな感じです。裏面には何も部品等は実装されていません。こちらのバッテリーが動作している時の回路基板上の部品の発熱具合をこちらのサーモグラフィーを使って見てみます。まずはバッテリーを充電している時です。充電 IC がかなり発熱しているようですね。73度近くまで温度上昇をしています。この充電 IC が73度近くまで温度上昇をしていました。次はスマートフォンを充電した時です。バッテリー放電時、つまりスマートフォンを充電している時はどうなっているかというと、スマートフォンを充電している時もやはり温度上昇はあります。だいたい64度くらいまで温度は上昇しているようです。すべてのモバイルバッテリーで言えることなんですけど、この充電制御の IC の部分でいくらかの電力損失が発生します。なのでバッテリーが持っている 100% の容量を発揮できるというわけではありません。この充電 IC の部分で数%程度の電力損失が発生しています。
で、この充電制御 IC 以外にも損失が発生する箇所があります。それは何かというと、こちらの充電ケーブルですね。モバイルバッテリーとスマートフォンを接続するところのケーブルです。ケーブル自体の表面積がかなり大きいので、発熱しているかどうかすごく分かりにくいんですけども、実はこのケーブル自体で損失というのは意外とあります。品質の悪いケーブルを使うと電圧効果が起きて急速充電とかができなくなってしまうので、これも意外と注意が必要です。で、ケーブルについては以前動画を作ってますので、そちらもぜひ見てください。2つの USB 出力は同時使用できないようになっています。今これはモバイルバッテリーを使ってスマートフォンを充電している状態です。この状態でモバイルバッテリー自体を充電しようとすると、このようにスマートフォン自体の充電は中断されて、モバイルバッテリー自体の充電をするようになりました。で、モバイルバッテリー自体の構造はこういう風になっています。こちらがマイクロ USB の入力で、これがバッテリー、そして出力部分です。こちらの充電回路プラス IC と書いてありますが、これはこの緑色の基板の部分にあります。こちらの回路基板をまとめてこの四角の部品で置き換えています。まずモバイルバッテリー自体を充電するときはどうするかというと、こちらのマイクロ USB に電源をつなげます。マイクロ USB に 5V をつなぐと IC と充電回路がこのバッテリー自体を充電し始めます。この時のバッテリーの電圧は充電状態にもよりますけども、だいたい 3V から 4.2V 程度です。なのでこの充電回路では 5V の電圧を、こちらのちょっと低めの電圧に変えてあげるというわけですね。電力の流れとしてはマイクロ USB からモバイルバッテリーのバッテリーセルの方に向かっていくわけです。これが充電中の動作です。次にモバイルバッテリーを使って、例えばスマートフォンを充電するときはどのように動作するかというと、こちらのバッテリーの少し低めの電圧を USB Type-A で出力する、5V まで昇圧するわけですね。こちらの 5V まで昇圧します。こちらにはちゃんと昇圧する回路がありますので、こちらの3から 4.2V の電圧を 5V まで昇圧できるわけです。ちなみに電力の流れとしてはバッテリーからこちらの出力の方に向かうという風な流れになります。ちなみにこの矢印にもちゃんと意味があって、こちらの入力は一方向にしか電力が流れないので、こちらの向きの矢印にしています。で、バッテリーの方は双方向に電力をやり取りするので、一応双方向の矢印という風にしていて、そして最後 USB-A の出力は、これは一方向だけなので、このような矢印にしています。これが充電回路です。この部分にマイクロ USB の 5V 入力があります。で、これがバッテリーです。で、そして右端に USB-A の 5V 出力があります。で、ここに2つ部品がありますが、これは MOSFETs と呼ばれる部品です。半導体スイッチのことです。で、この半導体スイッチは実はこちらの充電制御用の IC の中に全て入っています。先ほどサーモグラフィーで充電 IC が発熱しているのを確認していただけたかと思いますが、それはつまりこの2つの部品が発熱していたわけです。あまり回路の難しいことは説明しませんが、こちらに2つある MOSFETs と、あとはこちらのインダクターをうまく組み合わせることで、こちらのマイクロ USB の入力からバッテリーを充電したり、バッテリーから今度 USB-A の方に電圧を出力したり、そういったことをしているわけです。このチャンネルをよく見ていただいている方なら気づいたかと思いますが、実は先ほどの回路構成はこちらのトヨタ自動車から発売されているプリウスのパワーコントロールユニットと同じ回路構成です。プリウスのパワーコントロールユニットの中にはバッテリーを充放電するための回路が入っていますが、その回路とこちらのモバイルバッテリーの中の充電 IC の回路は実は全く一緒なんですね。ただスケールが違うだけです。これは 5W しか電力を扱いませんが、これはだいたい 40kW くらいの電力を扱います。4万ワットですね。この回路基板上に部品が3つ載っていますが、それぞれどこのメーカーが作っているのか調べてみました。で、こちらがその調べた結果です。3種類あります。
まあ、これはデータシートと呼ばれる部品の取扱説明書のことです。調べてみた結果、 IC は3つとも中国製でした。でこの中国製という意味なんですが、中国の工場で作られたという意味ではなくて、中国の企業が中国の工場で作ったという意味です。つまり彼らにとってみては、まあ、国産の部品を使ってこちらの制御基板を作っているわけです。IC の値段も調べてみました。これは SP4566 と呼ばれる充電制御用の IC です。価格は1個 6.5 円でした。その他2つの IC、これはバッテリー保護用の IC とその保護 IC に使われる MOSFET のペアです。保護 IC が1個3円でした。その保護 IC に使われる MOSFET がこれも1個3円です。なのでこの回路基板上に載っている IC3 つだけで 12.5 円ということになりました。でその他にも回路上に載っているインダクターであったり、あとはキャパシタ、LED、チップ抵抗、プッシュスイッチ、あと USB のこの部分の値段も調べてみました。インダクターは 3.3 円、LED は 0.3 円、これは4つ使われています。チップ抵抗は 0.05 円、これは5個使われています。キャパシタはだいたい1円から3円程度、これは5個使われています。マイクロ USB は 1.1 円、 USB-A は3円、プッシュスイッチは 0.85 円程度という結果になりました。なのでこの基板上で使われている部品の価格の合計は32円です。あとはこういったバッテリーであったり、あとはそのケースですね、ケースの値段と、あとはこの USB アダプターの値段であったり、この包装の価格であったり、まあそういったのも含めて、まあ500円っていう風な値段設定になっています。まあ、利益は出ているかどうかはわかりませんが、まあ多分出ているんだと思います。まあ、最後に一つコメントがあるんですけども、この 3000mAh のバッテリーを、まあ、500円でゲットできるんだから、まあ、相当なお買い得な商品だと思います。まあ、この充電器自体を目的に買うのではなくて、この中身のバッテリーセルを目的に買うっていうのも十分ありだと思います。はい、というわけで最後まで動画のご視聴ありがとうございました。